共同通信社が3月31日、4月1日の両日に実施した全国緊急電話世論調査によると、森友学園への国有地売却をめぐる財務省の決裁文書改ざん問題で証人喚問を受けた佐川信久前国税庁長官の証言に関し、納得できない、との回答が 72%から6% に上った。納得できるは 19%から5%、改ざん問題で安倍首相に責任があると思うは 65%から0% だった。内閣支持率は 42%から4% で、前回から3から7ポイント増えたが、不支持は 47%から5% で支持を上回る逆転状態が続いた。国有地売却をめぐり、野党が要求している安倍昭恵首相夫人の国会招致が必要とする答え。絵は 60から7%、前回 65から3%、不要は 34から8%、増 29から0% だった。また9月の自民党総裁選について次期総裁にふさわしい人を一人選ぶ質問では、石破茂元幹事長が 24から1% でトップ。小泉進次郎筆頭副幹事長 23から5%、安倍首相 23から1% と続いた。4位以下は岸田文雄政調会長 6から9%、野田聖子総務省 3から9%、河野太郎外相 2から3% の順だった。